やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。辞任ドミノ。3週間で3人かな。辞任しましたけれども。岸田政権の現状と今後を占おうと思います。もう、やばいのか。いや、まだまだ長続きするのか。はい。基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄とツイッターに書いてあって、で、ツイッターのこのアカウントで、この日空いてるよ、空いてないよっていうアナウンス、はい、してますので、ご覧になってお申し込みくださいませ。で、お知らせ3つあります。まず、1番目、オンラインサロン、たまきの人生向上委員会、動画概要欄から入会ページに飛べます。2つ目、ズバッとタロット、オリジナルタロットカード、アマゾン等で発売中でございます。最高よ。三つ目、人生後半を学び合うオンラインサロンマチュール、12月1日から始まります。これについては、動画にしてありますので、内容とかについて。はい、ご覧くださいませ。さて、今の岸田さんの気持ち、岸田内閣の現状をカードで表すと、どんな、やばいのか、どうなのか、やばくないのか。で、この半年の岸田政権の運勢、半年ちょっと短く設定しました。うん。で、支持率は半年どうなるか。はい。ちょっと見ていきましょうね。はい。まず、岸田さんの今の気持ち。なんだっけ、寺田さんを武田さんってめっちゃ言い間違えてたんだよね。何かにハマったんだろう。言い間違いのツボにハマっちゃうことはあるよね。なんだっけ、岸田さん自身もなんだっけ宛名とかが書いてない領収書が100万円とかだっけ見つかったとか言ってるけど。文春法を下ってたけどね。はい。岸田さんの気持ち。いや、まだまだやる気満々よ。スパッと出ました。いやー、何にも諦めてはいないよ。そうね、なんか、カップの9の9、逆が出るっていうことは、若干、自信は、なんでこんなに湧き出てるんだろう。むしろ。ね。自信が過剰すぎるのか、いや、失った悲しみなのか、喪失感かな。いや、うぬぼれとも取れるんだよな。どっちでも当てはまるかもね。とりあえず、うん、なんか喪失感なり、うぬぼれなり、なんかマイナスの気持ちもあるけど、基本的にはまだまだやってくよみたいな決意が強いよね。だから全然ネガティブではないです。ポジティブなやる気に満ち溢れてます、まだまだ。うん。じゃあ、岸田内閣の現状をカードで表すとどうなんでしょうか。やばいのか。ま、楽観視できるのか。もうすぐ12月だね。1年が終わるね。いつもこの季節になるとそんなことばっかりで言ってる。もう終わっちゃうなぁと思って。早いなぁと思って。っていうことは、また一歳年を取ったってことか、みたいなね。なんか、考えね、これ。若い子だ、こんなこと。あんまり、私に年を取ってしまったなって考えなかったのに。年を取れば取るほどに、一年が貴重だね。ということで私は止まってはいられないね。年明けに手術あるけど。はい、現状。おー、恐ろしい。ワンドのナイトが2回連続で出た。わー、そう。78もあるのに2回出たね、ワンドのナイトが。めちゃくちゃやる気じゃん。ね。やる気に満ち溢れてますやん。火かける火ですよ。はい、ズバッと出ました。現状悪くないよ。悪くない。パワーダウン、若干パワーダウンしてるけど太陽出てるしさ。悪魔の逆、悪循環からの解放。ペンタクルの6はこうね、富の分配みたいな。なんか支援する、助けるみたいなカード。そうだね。全然まだ、窮地に追い込まれてるますみたいな、そこまでではない気がする。全部明るいカードが出たもん。だから、やばくはないと思う。まだまだ続くかな？ね。じゃあ、この半年の岸田政権の運勢は、
や、これ多分年明けにさ、またちゃんと、今年1年の岸田政権はとかさ、占う気がするから、ちょっと短めにしちゃったりする。ただそれだけ。そう。なんで1年じゃないのかって言われると、多分、年明けにまたさ、占うんだよ。この手のは。今年の岸田政権は、みたいな。なので若干短めにしてるってだけ。はい、ズバッと出ました。半年まだ解散するとかさ、そんな感じは出てないよね。出てないね。まだまだやると思うよ。続くと思うよ。今の現状、さっきね、現状をカードで表すとってみんないいカードだったけど、今、ここで見てもいいの？なんか古いものを断ち切った。ね、悪いものを切りました。辞任みたいな感じで、辞任ドミノで、まだいるかもしれないけど、切ります。悪いものは切ります。っていう感じで、なんかすごい今警戒してるし、かなり警戒して、で、近い将来、待って、これ半年だから、1ヶ月後、2ヶ月後には、またなんか、信頼されるかな。支持率上がるのかな。この後支持率占うけど、4が出てるからね。なんか信頼されるようなことでもすんのかな。なんかね。ただ、半年、さすがに過ぎると、若干、不安定さ、感情とかの不安定さが出てくるんだね。どっしりした安定した感じじゃなくて、こう、ふわ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 って。まあ今も不安定に見えるけどね。今のこの辞任ドミノも、不安定に見えるけど、でもそれでも不安定って出ないんだから、もっとよっぽど不安定になるんだろうな、半年後に。でも、そうだなぁ。ああまだ秘密はでもいっぱいあると思う。忍者の逆が出てるから、本当はこう、ね、ガシガシこう、掘れば掘るほど、なんか闇とか、秘密はなんか出て、ザクザク出てきそうな気がするけど、それが表に出るかどうかわかんないけど、そうね。まあ、ダイヤルかなってドーンって出たのが4だしさ、とりあえず、まあ、解散するみたいな、大きなイベントとかもなく半年過ぎるんじゃないなんか、タラタラタラって。ですね。対策注意点が欲しい。目標を持って頑張れよって言ってる。やめた方がいいよ、もう岸田政権終わりにした方が、みたいに、タロットさんも言ってないし。そっか。大丈夫みたいよ、まだ。じゃあ、支持率。この半年の支持率ね。この半年間の、ちょっとダイアルカナだけで見よう。単純な良い悪いはね、ダイアルカナだけで見た方がわかりやすい。この半年の支持率は、6ヶ月こうやって並べよっか。11、12、1、2、3、4って。タワーが出たね、キーカードね。そっか。11が死神の逆なんだ。さっきから死神の逆とか悪魔の逆がよく出てて。いい。悪い。ズバッと出ます。この半年の支持率、キーカードがタワーの逆だから。まあ、めちゃめちゃ上がるってことはないだろうけど、12月、1月とさらに下がりますよって下がって、そっから横ばいかなずっと。横ばいか若干上がる。あ、でも横ばいって感じだね。そうだね。多分、12、1月に下がって、2月からは横ばいみたいな感じかな。でも下がって横ばいだとかなりの低さだけどね。もう何パーセントだっけ ?30% だっけ。そっから下がると20何パーセントとか、下がった状態で横ばいなのかな。ですね。なんか他に見ることある？すごい、今まだ、ちょっとしか話してないよ。ちょっとしか占ってない。どうしようかな。タロットさんから見て、今の岸田さんはって、タロットさんから見て、今の岸田さんはどう？咲いてるみたいな。なんか、ね、言い間違いとかさ、
揚げ足取られてるような状態になってるけど。トランプさんがね、また出馬表明したけど、トランプさんと仲良くできんのみたいな。あ、それはそれでトランプさんの時の占いで見ようかな。タロットさんから見て、今の岸田さんはどんな状態とか、どんな人みたいな感じ。ズバッと出ました。あー、タロットさんも、なんかお金に関するがっかり感とか、そっか。嘘ついてたっていうか、なんか、なんだろうな、こう、ね、ちゃんと堅実そうにしてたの幻想だったんかな、みたいな。そんな感じが真ん中に出てるけど、でも、やっぱりやる気に満ちたカードが両脇にを固めてるので、今回ちょっとね、周りをがっかりさせたし、タロットさん的にも、なんかちょっとがっかりしたな、みたいな感じが出てるけど、なんかまだこれからこう堅実に着実に固くやっていきそうな感じねが出てるから、やっぱりまだここで終わりはしないんじゃないね。着実に確実に日々コツコツ積み上げていきながら願いを叶えようとしているのがタロットさんから見ても出てるので、こいつなんかコツコツ着実にやろうとしてんなみたいな出ております。だから岸田さんの気持ちもね、現状を見てもタロットさんから見てもまだ終わりっていうのは見えないかなですね。まだ絶望感みたいな感じは一切出てないですね。以上になります。ちょっといつもより短めだけど、はい。ではじゃんけんいきましょう。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。パーなのでチョキの人の勝ちだよ。最近パーばっか。うん、その時期によってちょっと多めの何かがあるけどね。はい。じゃあありがとうございます。さようなら。